かなか審査が白熱した模様で、今先ほど私の手元にやっと審査結果が参りました。その前にまずは今日ファイナルに残ってくださいましたチームの代表の方をお招きして、ちょっと感想の方を伺いたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。皆さんどうもお疲れ様でした。チーム名とそれからお名前と自己紹介も含めて、お話ししていただければと思います。よろしくお願いします。どうですか、今日もうラストを迎えちゃったよさこいそうなんですけれども、このアンダー40でラストに残ってどんな感想ですか？もう最高の笑顔で、もう最高の夢ができたんじゃないかなって思います。チーム名もよろしくお願いします。北海道医療大学オーガです。自分で採点すると何点ぐらいですか？100点満点。100点満点、はい、出し切ったようです、はい、続いてお願いします。どうですか今の感想は？はい、青森からやってまいりました、青森花あれ桜組です。みんなにはキャサリンと言っていただいてます。ありがとうございます。ふるさとに帰ったらどんな報告しますか？はい、もう本当にこのステージに立ちたくてずっとやってきましたので、今日本当にこのステージで踊ることができて嬉しく思っております。はい、素敵な報告をぜひ地元でお願いしたいと思います。どうですか今の感想は？公立千歳科学技術大学恋一点の代表の山下と申します。今日この演舞ができて本当に楽しかったです。審査っていうのもあるんですけど、それ以上にみんな楽しむことができたと思います。なんかアンダー40のチームのみんなでこう演舞すること自体になんか全体の一体感がラストのパフォーマンスにあったような気がするんですけど、どうですか？アンダー40の審査を目標に活動してきてたので嬉しいです。はい、ありがとうございます。どうですか？恥ずかしがってますけども、いかがでしたか？はい、めでたいです。私たちのチームは、子供と大人が一緒になって踊っていくチームで、皆さんと盛り上がって、演舞が完成していくチームです。で、皆さんが、こうやって温かい小声をいただけたので、全力を出せたんではないかなというふうに思っております。はい、どうもおめでたい、ありがとうございました。はい、一言お願いします。はい、埼玉県朝霞市で活動している若木明と申します。今年初参加というところでこの舞台にも立たせていただきましたが、やはりまあ昨日はちょっとこう初の北海道というところで緊張したところもあったんですけど、まあ、今日はもう最後出し切って存分に楽しもうというところで、もうみんな感情が溢れて爆発したアイプができたんじゃないかなと思います。やりきりました。はい、本当に素晴らしいパフォーマンスでありがとうございました。いかがですか？はい、東京と大阪2拠点で活動しております、今ひとたびと申します。結成して5年間念願のソーラーに出られまして、こういうステージで踊らせていただいて、みんな感激しながらですね、何か爪音を残して帰るぞということで、みんなで頑張って楽しく踊れたかなと思います。はい、ありがとうございます。どうぞ。福島県より来ました和田と申します。昨年も、よさこいゾーランのアンダー40部門に挑戦したんですけど、このファイナルブロックに残れず、そこの悔しい気持ちをバネに今年挑みました。こんな素敵なチームさんがいる中で、私たち和田も全力出して踊れたこと、本当に誇りに思います。皆さん、ありがとうございました。どうぞ。はい、岩手県本州市から参りましたヒーリーと申します。今までそのアンダー40ですねどうしたの、はい、アンダー40、はい、
二次審査に進んだことがありませんでしたので、今回このステージに立つことができて本当に嬉しく思います。精一杯、演舞できたと思います。ありがとうございます。はい、宮城県仙台市から参りました宇宙天と申します。当チーム今年で20周年を迎える節目となりまして、実はこのよさこいソーラン祭り2回目の2度目の参加ということで、今日はですね、昨日ですね2日間、いい思い出作りというコンセプトの中で、参加させていただきました。2日間ですね、本当各会場で踊らせていただきまして本当にありがとうございました。和歌山県は和歌山市よりやってまいりました岸尾龍神の向井です。一時をありがとうございます。何をか忘れた一次予選突破したとき、一人で泣きそうになったんですけども、メンバーから代表泣くのはまだ早いよって言われてずっと涙こらえてます。今も泣きそうなんですけども、もう少し我慢してできればいっぱい涙みんなと一緒に流したいと思います。よさこいソーラン最高です。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にこう皆様の言葉から嬉しさがね、溢れてるのを皆さんも感じられると思いますけれども、本当に皆さんどうもありがとうございました。さあ、それではとても素晴らしい10組の演舞だったんですけれども、これから審査結果を発表させていただきます。大賞に輝いたのはこちらのチームです。それでは発表いたします。Under40 今年の大賞に輝いたのは青森浜嵐桜組です。おめでとうございます。桜組の皆さんにはマルちゃんプレゼンツアンダーフォーティー大会ということで、東洋水産株式会社より赤いキツネと緑のタヌキそれぞれ5ケースを副賞としてプレゼントさせていただきます。プレゼンテーターは東洋水産株式会社北海道事業部北海道支社支店長の横山哲也様にお願いします。横山様どうぞ。まずはトロフィーの方から差し上げていただいてどうでしょうか。賞状としてます。はい、賞状アンダーフォーティー大賞青森花嵐桜組のあなた方は第33回よさこいソーラン祭りアンダーフォーティー大会において一人一人の力と思いを込めた表現力の高い演舞で多くの人の心を動かし感動を届けました。Tチームのさらなる活躍に期待し、ここにその栄誉を称え、これを称します。おめでとうございます。おめでとうございます。頂上に続いて、トロフィーが授与されました。そして副賞、大賞の副賞どうぞ。2024マルちゃんプレゼンツアンダーフォーティー大会大賞に輝いたのは青森
花嵐桜組でした。もう一度大きな拍手をお願いします。この後、西8丁目で行われるファイナルコンテスト、アンダーフォーティーのグランプリ受賞の演舞ということでですね、そちらの方に、行っていただくことになっております。一言、受賞の喜びを、はい、いただけますか。本当に夢のような、本当にもう嬉しくて、本当にこのステージで踊るだけで本当に良かったんですけど、こんなに最後嬉しい賞をいただけて、チームメンバー本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては準大賞を発表したいと思います。準大賞に輝いたのは若欅の皆さんです。ありがとうございます。準大賞のチーム、惜しくもですね、大賞は逃してしまいましたけども、赤いキツネと緑のタヌキ、横山支店長から贈呈されます。おめでとうございます。のチームはですね、優秀賞ということで、同じくですね、赤いキツネと緑のタヌキの方が後ろにこう控えておりますけども、後ほどプレゼントされることになっておりますので、ゆっくりとご賞味いただければというふうに思います。さあ、皆さん、最後までお付き合いいただきまして本当にどうもありがとうございました。もう一度この10組に惜しみない拍手をお願いいたします。33回よさこいソーラン祭りまーちゃんプレゼンツアンダーフォーティー大会、以上をもちましてですね、幕を閉じさせていただきたいと思います。先ほども申しましたが、この会場にしかない素晴らしい音、そして光、そして熱気をですね、また来年もこの会場で皆さんと共にしたいと思いますので、仲間を誘いの上、来年もまたこの会場にお越しください。どうもありがとうございました。さあ、以上をもちまして